今回は世にも奇妙な物語13番目の客の理髪店を出た者に待つ5つ目の段階とは何かという謎について作品内の伏線をもとに考察をしていきます。それでは早速あらすじに入ります。会社経営者の本田は資金調達のために出たくもない政治家の息子の結婚式場へ車を走らせていました。身なりを整えようと思っていたところに寂れた理髪店が草原の中にポツンと立っているのを見つけます。足を踏み入れるとそこには13人の店員がいました。本田は自分の注文など一切聞かず儀式的に理髪をする彼らに戸惑いや怒りを覚えつつも、理髪が終わったのですぐにでも店を出て行こうとしました。しかし不思議なことに門を通り抜けようとするも体が前に進まないのです。代わりに理髪を行った店員がなぜか他の店員たちに見送られながら門から出て行きました。彼らの説明によると、月に一度新しい客が入ってくるたびに13人のうち一番の古株である店員が髪を切り店を出ていく。そして髪を切られた客が店員として序列の最後に加わる。つまり13番目の客の髪を自分で切らないと店からは出られない。そしてそれがこの店の秩序なのだそうです。また本田以外の12人も本田と同様に客として店に入り、ここから出られなくなってしまったのだと言います。ここの店員たちは何よりも秩序を重んじていました。なかなか現実を受け入れられないまま暴れる本田は、縄で縛られてしまいます。食事も与えてもらえず、心身ともに弱っていく本田に、先輩の店員が、我々のパンを彼に分け与えるのは規律違反に当たるのかと提案。ようやく食事にありつけた本田は規律の重要さと自身の運命を理解します。一度受け入れるとすぐに本田はその環境に馴染んでいきます。新しい客がやってくるたびに出ていく同僚を見送りながら、本田は理髪の修行を続けました。店に迷い込んでから1年後、ついに彼にとっての13番目の客がやってきました。これまで培ってきた技術を駆使して客の髪を切り終え、後輩店員の拍手を受けながら門を通って外へ出て行きました。道を歩いているとかつての部下から電話がかかってきました。そこで本田は理髪店で1年間暮らしていたはずが外の世界では全く時間が進んでいなかったことを知ります。本田は慌てて来た道を戻りますが、あったはずの理髪店はなく、そこにはただ草原が広がっているだけでした。本田は恐怖と混乱の中、もう一度入れてくれと何もない草原に向かって懇願し続けるのでした。この作品は2001年に放送された世にも奇妙な物語スマップの特別編に収録されていて、草なぎ剛さんが主役を務めています。2015年に行われた一番好きな奇妙作品大募集では19位にランクインするなど非常に人気の高い作品です。それでは理髪店を出た者に待つ5つ目の段階とは何かという謎についての考察に入ります。結論から言いますと、5つ目の段階とは選択ではないかと考えています。理由は、店を出た人間は今までの価値観と新しい価値観のどちらを持って生きていくのかを選択しなければならないからです。具体例として3つの項目に分けて解説をしていきます。まず具体例に入る前に、5つ目の段階とは一体何なのかについて説明していきます。本田が理髪店での生活に馴染んできた頃、奈良崎という先輩の店員から、人間が新しい生活や初めての文化に接した時に経験するという4つの段階の説明を受けます。第1段階目は好奇心、見るもの聞くもの何でも楽しい。第2段階目で不満が起きます。第3段階目は後から来たものへの知ったかぶり。第4段階目でその文化を理解し自分のものにできる。そしてそこの住人になります。奈良崎によると、さらにもう一つの段階が待っているといいます。この第5段階目はこの理髪店を出てから体験することができるため、奈良崎自身も何が起こるかは分かりませんでした。それでは一つ目の具体例に移ります。この理髪店を取り巻いているのは秩序を絶対とする共産主義的な空気です。共産主義とは社会主義の中の一種であり、財産をすべて共同所有し平等を目指す体制のことです。この世界の住人はお金や物を持ちません。ただ自分の与えられた仕事を行い、そして食事をする、この繰り返しです。この世界には貧富の差もなければ争いもありません。全てが平等なのです。この共産主義的な世界は
ある一種の理想郷とも呼ぶことができます。私たちのように資本主義の下で生きてきた人間はこの世界に違和感を覚えるかもしれません。主人公の本田も同様、理髪店での秩序を知るとお前たちおかしいぞと他の店員たちを非難します。しかしそれに対しておかしいのはあなたの方なのかもしれないと否定されます。これまで経営者として会社の利益のためならば取引先の事情などお構いなしの弱肉強食の非常なビジネスをやってきた本田にとって、この理髪店は全く経験したことのない世界だったと言えるでしょう。これらからこの理髪店は元の世界とは対となる環境で構成されていることがわかります。元の世界が資本主義の世界だとすると、そこは個別主義、自由だが不安定、他人から搾取して裕福になろうとする世界です。一方で本田の迷い込んだあの理髪店は共産主義的な構造をしており、規律によって束縛こそされているものの、決められた働きさえすれば安定した生活を送ることができます。お金や物は全て全体で共有されるので搾取されることもありません。続いて2つ目の具体例に入ります。本田は理髪店から出られないことを知るとひどく暴れ、必死に抵抗します。あまりの激しさに他の店員たちは彼を縄で縛り付けることしかできませんでした。食事も与えられることなく衰弱していく本田を見かねた先輩の店員が夜に彼を食堂へと連れて行きます。本田以外の12人はそこでパンとスープを食しますが、そのうち久保という店員がパンは本田さんには与えられないのですよねとつぶやきます。それに対して一日なさざるもの、その日与えられぬのが秩序と別の店員から答えが返ってきます。ならば私たちに与えられたパンを人に分け与えるというのは秩序を満たしますかという一声に全員の手が止まります。そして全員が一口分ずつパンをちぎって本田に分け与えます。食堂に一人になった本田は号泣しながらそれを口に運びました。さてこれら作中のいくつかの描写からこの理髪店は宗教的な一面を持っていると考えられます。まず一日なさざる者、その日与えられぬという秩序は新約聖書の働こうとしない者は食べることもしてはならないという一節に酷似しています。パンはキリスト教の中でも特に象徴的な食べ物ですし、それをちぎって人に分け与えることは慈悲を与えることを意味しているようにも思えます。また床をモップで磨く本田に奈良崎が、磨くのはあなたの心です、世俗の思慮分別に曇っているあなたの心と声をかけます。掃除とは心の塵を払うことであるという言葉もあるように、これは掃除に重きを置く禅の教えに極めて近いものと言えます。つまりこの理髪店は不自由だが清らかな宗教的な世界として、自由だが汚れた世俗的な世界との対比で書かれているのではないでしょうか。3つ目の具体例に入ります。物語の冒頭で本田が理髪店を探して車を走らせている時、ラジオからこんなニュースが流れました。21世紀最初の成人の日となった今日、全国で趣向を凝らした様々な式典が催されています。何気ないワンシーンですが、私にはこのラジオが何か深い意味を持っているように思えてなりません。成人とは言うまでもなく、子供から大人へと変わることです。成人とは古くからある通過儀礼の一つとして知られています。通過儀礼とは人間が成長していく過程で重要な節目に行われる次なる段階に進むための儀礼のことです。この理髪店での体験は本田が人間として次なる段階へと進むための式典、通過儀礼として捉えることはできないでしょうか。理髪店から出られないことを知り狼狽する本田に、他の12人の店員はこのように声をかけます。やってきたのはあなたなんです。あなたがもし生きることの意味を問いたければ、まさにここがその場所なんですよ。また本田と同様、会社を経営している男が客としてやってきて店から出られないことに対して激怒していると、店員の一人があなたは意味があってここにいるんですと声をかけます。つまりこの理髪店に足を踏み入れる者は無意識のうちに自分の生き方について悩んでいるのではないでしょうか。そしてそういった人間に新しい価値観を与えるためにこの店は存在しているのだと考えています。物語の導入でストーリーテラーがこのように語っています。
どちらが幸せなのでしょうか。鎖につながれている犬と野放しになっている犬。鎖につながれている犬には自由はありません。しかし決まった時間に餌をもらえる楽しみ、散歩に出る時の喜びがあります。つながれていない犬は一日中食事も散歩も自由です。どちらが幸せなのでしょうか。この語りがこの物語をうまく言い表していると思います。皆さんは一体どちらを選ぶでしょうか。それでは考察のまとめに入ります。理髪店を出た者に待つ5つ目の段階とは選択であると私は考えています。理髪店という不自由ではあるが秩序の保たれた世界での生活を通して店に迷い込んだ人間は今までの生き方とは違った新しい価値観を獲得します。そして今までの価値観と新しい価値観の2つを持った状態で店を出ていくことになります。ここで人はどちらの価値観を持って生きていくのかを選択しなければなりません。新しい価値観を手に入れた上で元の世界に適応していく人間もいるでしょうし、ホンダのように理髪店こそが自分にとっての理想郷だったのだと気づく人間もいるでしょう。しかし後者を選んだとしてもあの理髪店はもう存在していません。同じ環境で生き続けることなど不可能であり、人間は変化していく社会や価値観に適応して生きていかなければならないのだとあの理髪店は伝えようとしているのではないでしょうか。これで世にも奇妙な物語13番目の客の考察を終わります。皆さんの好きな世にも奇妙な物語の作品は何でしょうか。よろしければコメントしていってください。この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。